日本の大学全部行った男、山内大二です。推薦の入試の NG ワードという話をしたいと思います。推薦で大学受けたい人、総合型選抜、それから学校推薦型選抜使うと思うんですが、皆さんの中で正直なところうまくいかないタイプの人がよくやってしまう NG があるんですね。これ皆さんが失敗しないようにちゃんとお教えしないといけないと思いまして、その NG ワードとは、俺すごいアピール。自分はどれぐらいすごいかっていうことを書類とか論文とか面接でみんな言っちゃうんですね。いや、それ言わなきゃ受かんないだろ。確かにそうなんですが、はっきり言うとそれが鼻につくんですよ。例えば、私は高校生の時から海外留学してこんなすごいことしてこんなに頑張ってきたからなんとか学部入りたいですっていう人、いや、すごそうに見えるでしょ。でも実はこれじゃダメなんですね。アメリカのトップのハーバード大学ってどういう人を欲しがってると思いますか？それは別に石油王の息子とかじゃなくて、私を合格させるとハーバード大学はこれぐらい得ですよっていう PR ができる人なんですね。私すごいっていう時に皆さんイメージしがちなのは、その留学経験がすごいとか、あとはまあタレントさんで大学入る、もうすごい才能ありますよね。あるいはもうスポーツ選手でオリンピック並みの結果を出してるとか、そういう特別な人を除くと、一生懸命皆さんは盛る、大した経験じゃないのにすごいこと頑張ったみたいなことばっかり言っちゃうんですね。で、なんでこれが NG かというと、はっきり言って自分のことしか考えてないからです。重要なことは、私がこの大学でこれを学ぶことで誰を救えるのかっていうのを書いてほしいんです。私は海外留学したらすごいっていうアピールだけの人いたんですね。でも僕はその人にアドバイスしたのは、まあ、あなたが高校生の頃から例えばアメリカ留学してすごい勉強してきたのは分かるんだけど、それを使って何がやりたいの？残念ながらこういう子が優秀なのに落ちるのは、自分すごいの先を書いてないんですね。だから例えば、私は確かにアメリカで勉強してきて英語もできてしっかりアメリカでいろんな経験をしましたと、そしてこの大学の経済学部に入りたいんです、みんなそこで止まる、その先を書くんですね。経済を学ぶことで貧困を救いますと、例えば誰かを助けるんです。まあ、これは社会福祉とか看護とかだったら結構みんな自分の体験からそのお年寄りの福祉とか病院の看護とかの何かイメージがあって志望するんで、誰かを救いたいってあるんですよ。でもぜひこれを文学とか経済とか、あるいは国際学部とか目指してる人も、私が入りたいじゃなくて、私が入ることで誰かを助けられる、世の中をもっと良くできるっていう一言を加えると全然違います。この俺すごいアピールじゃないんですよ。例えば日本人で、まあ、すごい優秀でアメリカのトップ大学目指してる人が、自分はこんなにすごいってアピールいっぱい書いたとしますね。ところが例えば中東のシリアの国の人で、同じように自分すごいってアピールして、さらに一言、戦争で傷ついてる自分の国の人を助けたいって書いてあったら、同じだったらそっちが受かると思いませんか？それは大学側から見てより人類に貢献できてるからなんです。なのではっきり言って、自分の欲やエゴを前面に出してはいけないんです。私がこれを学ぶことで誰かを助けられる、世の中をよくできる、それを一言付け加える、自分ではなくて他者、自分が何になりたいかではなくて、自分がそれをやって他者を救うっていう、自分がやりたいことじゃなくて他の人の役に立つってことをちゃんと一言加えるだけで、推薦の志望動機が全然変わってきます。皆さん自分が頑張ったことを一生懸命言いたいのは分かります。例えば、まあ、スポーツやってきたのをすごい PR する人もいるんですね。まあ、今年スポーツ大会ないんで気の毒なんですけど、でも冷静に考えてくださいよ。スポーツすっごい強かったから経済学部って関係ないじゃないですか。ちゃんと自分の中でストーリー作ってください。自分はスポーツをしっかり頑張ってきて、経済学を学ぶことで例えばスポーツビジネスをもっと発展させたいとかね、そういうふうにもう最後の一歩、もう一歩踏み込むと志望動機がかなり良くなります。ぜひ検討してください。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録をぜひお願いします。またメガスタの LINE にご登録いただいた方には、大学受験に役立つ特別なプレゼントを進呈します。相談や質問も LINE で受け付けています。詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください。